どうも、足かせ TV の方眼太郎です。今回紹介するのはこちらです。はい、ね、ダイソーで売ってました DC34。まあ、DC とは何かっていうね、やっぱりそのオーソドックスな足かせのことを DC と言いますね。やっぱりあの A に近づいていくほどいいってわけじゃないんですね。 Z に近づけば近づくほどいいものなんですよ。いいものなんですよね。ダジャレとかじゃないですよね。ということで今回紹介するのはね、 D の34と。で、D の中でも34番目にいい位。で、大体一つの位にはね、あの50。あの、A の50が一番悪いもの。Z の1が一番品質のいいもの。品質ですね。状態の良さが数字となっております。で、34となりますと結構悪いっすよね。はい。DC34 ということで。やっぱり。でもね、その34とかの数字っていうのは年々ね、変わっていくんです。年々下がっていくんですね。やっぱ維持。上に上がることは絶対にない数字ということ。これもね、覚えておいていいと思います。ということで、この足かせ。はい。ダイソーで売ってる。これが一番お得な足かせでございますね。この足かせは、やっぱりその、足かせです。まあ、何をモチーフにされてますかね。1800年初頭のね、西洋、ヨーロッパのね、足かせだと思います。まあ、この足かせ。どこが中心に再現されているかというと、ここの鎖の短さ。やっぱこの鎖の短さっていうのはすごく重要で、やっぱりその、労役、まあ、働くところにも不自由のないようにはなっておりますね。はい、やっぱりその、働きにくすぎると、やっぱりそれはそれで、支障が出てしまいます。ですが、今度はね、これが長すぎてしまう。これが、モーニングスターのように武器になってしまいます。武器になってしまうと、慣習に抵抗力を持ってしまう。やっぱりその、手がつけ、やっぱり危ない。脱走してしまう危険性もあります。やっぱり鉄球の方がこうやってやられたら危ないじゃないですか、ね、モーニングスターですか、ね、怖いですね。こうやってね、支給品の歯ブラシとかこうやってつけてバシンってやられちゃったらやっぱ痛いので、やっぱりそういうために短い。ここはすごい忠実に再現です。で、まあ、ここ分かりますかね。はい、ここはね、アンティーク調のね、このペンキ。やっぱりそのやっぱこれはね、その石だと、その細工かけてしまうのがバレないように、そのね、勉強で塗ってると思います。そしてね、この再現はいかにされてますね。この、年季の入った足かせのようにね、この、しっかりとした再現がされています。でもね、やっぱ重量はね、軽いです。でも、よく言えばやっぱりその、持ち歩きに便利っていうか、その、バッグにもこうやってね、つけてね、あら、奥さん、みたいな感じでね、その、やっぱりね、ライバル、ファッションライバルと差をつけられる一品となっております。まあ、ちょっと、フィット感はどういうことか。ああ、すごいいいフィット感ですね。やっぱりその、ギュッと入るように、力がギュッと入る。やるぞみたいな感じでね、すごいいいフィット感となっております。今回の足かせ図ポイント、ドゥル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 、ダン !35 点。やっぱりその、重量感というところがね、大幅に欠点されて、確かに、この鎖の部分などね、足かせ感っていうのは確かに模様では出てたんですけど、やっぱり重量が、やっぱりこういうのね、重く、忠実に再現して、石でやってしまいますと。やっぱりその重量が、もうね、単純に重くなってしまって、危ない商品になってしまうので、やっぱりここが軽くしてみました。まあ、これはダイソークオリティということですから。あともう一つはね、これを持ってると手になんか銀の粉がついてしまうと。やっぱりこれはね、その粗雑な作りがあらわになっていると思われます。ということで、次回の、足かせ TV で会いましょう。さよなら。バイ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